磐田市の草地市長が訪れたのは、国内の男性で最高齢の水野清隆さん、110歳です。国内男性最高齢になられましたことに、心より祝意を表します。水野さんは太平洋戦争で中国などに出征した後、50年にわたって農業に従事し、地域の特産品、長ネギやエビ芋、メロンを栽培していました。今でも毎朝6時半に起床し、好き嫌いなく食事を3食残さずに食べているという水野さんは、長寿を祝う市長の言葉に感謝を述べていました。長生きの、さっぱりわからない自分でもよくわかりませんが、こんな長生きさせてありがたいと思ってます。来年3月には111歳を迎える水野さんは、趣味の相撲やスポーツの実況中継を聞きながら、慣れ親しんだ家で長男夫婦と孫に囲まれてゆっくり過ごしています。